韓国空軍ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプの導入を進め40機を保有しているよ。ただ、アメリカと敵対するイランの国営放送であるイランイスラム共和国放送が開設したニュースサイト、パーズトゥデイが2022年10月8日に配信した記事によれば、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったとして批判したと報じたぜ。今回はそんな韓国が F-35 戦闘機の欠陥を指摘した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、パーズトゥデイはさらに、この議員が与党である国民の力の新温宿議員であることを明らかにして、同議員が取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回の緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしていると述べたとして、韓国では去る5月に F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止されました。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望していると述べたと結び、審議員が2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたとも報じたよ。パーズトゥデイがイランのメディアであることから考えて、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生していることは事実だね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、1機に操縦電子系統の異常が発生して3機の降着装置車輪すべてが作動しなくなり、中西南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である瑞山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して無事に着陸を果たしたぜ。韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見られないとして、同空軍のパイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した基地消防隊の迅速かつ、正確な措置のおかげであると自画自賛の発表をしたな。その上で韓国空軍は、今回の降着装置の故障について、F-35 の事故としては初めてのケースであるため製造元であるアメリカのロッキード・マーティン社の協力を仰ぎ原因を調査するとして、それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、韓国与党議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったものとみられているらしい。この事故の原因については後日、バードストライクが原因であることが明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突してその衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことによって、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したためであることが分かったよ。このことについて2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体について、損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまっていると判明され、修理にかかる費用について製造元のロッキード・マーティンからは1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額については新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近いものであり、韓国側からはこの機体を修理せずそのまま廃棄処分として訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に充てるなどが検討されているというね。
韓国の共食い整備は F-35 だけに止まらず F-15 系などの他の戦闘機や航空機においても広く実施されていることは知られているんだけど、実は韓国には F-35 の運用においてそうせざるを得ない理由があるみたい。F-35 の修理やメンテナンス、特に胴体下部のステルス塗装などは、アメリカ軍の極秘事項であるために、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の3カ所しか設置されていないな。韓国に最も近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工に設けられた MRO&U であるが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってからというもの、その露骨な反日姿勢によってそれまで両国政府によって話し合いですでに解決済みであった徴用工問題を蒸し返され、また韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否しているぜ。そのため胴体着陸で損傷した機体を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるらしい。他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させると思われるけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたとされ、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新規で1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったんだよね。今回のイランのメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを行って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があるのではないかとの見方も出ているみたい。2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際に、F-15 系の製造元であるボーイング社が、ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。ちょうどこのタイミングで韓国が20機調達する計画を進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったよ。これについてはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの憶測が流れ、これについては明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他にさらに20機を購入する予定としていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのではないかとの見方をする向きもあるな。また韓国では2022年5月、強硬に反日政策を推し進めてきたアヤザイトラ政権から日本との協力体制構築を目指すタダ・スズエツ政権への交代があり、それまでの国を挙げての反日から180度転換して親日に方針が変わったとされ、2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した。海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだとして韓国国内で形容することを固くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことについて、国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が見られているぜ。そのようなこともあり損傷した F-35 の修理がアメリカまで運ばずとも日本で実施する可能性があるとの見方が出始めていた中、アメリカ国防総省は世界で F-35 の導入機数が増え続けていることから、MRO&U 機能をさらに展開させて運用各国の部品入手性と稼働率を高めるとして、これまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも修理体制を整備することを明らかにし、2025年以降はインド太平洋地域では韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えがあることを示し、
韓国空軍が F-35 を自国で修理できる可能性が生じているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。